日本東京都千代田区神田平川町。神田平川町は東京都千代田区の町名。住居表示は未実施。町名の設定のない単独町名である。郵便番号は101-0027。千代田区の北東部に位置する。周囲を神田佐久間町に囲まれた、狭小な町域である。町域の北、東、南は神田佐久間町2丁目に接し。 西は昭和通りを境として、神田作間町一丁目に接する。秋葉原駅付近の一角で、町域の西半分は昭和通りの道路敷東部は昭和道路沿いのビルや商店が並ぶ地域で構成されている。当地の昭和通り下には、東京メトロ日比谷線の秋葉原駅がある。JR 山手線、京浜東北線、総武線、 つくばエクスプレス線の秋葉原駅もすぐ西方にある。京法12年麹町平川町一丁目に避女地が設けられ、神田佐久間町に麹町平川町一丁目台地が成立した。江戸時代の町域は現在の秋葉原駅構内にも伸びていたが、明治2年、泉橋通り伊勢が神田佐久間町一丁目に編入され、伊藤が神田平川町となった。 これとは別に、現、外神田山丁目、柳原岩井町大地の一角にもごく狭い飛び地を有していた。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では、学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ありがとうございます。